めんどくさいなぁ。どうした怠け者。失礼ね、怠け者じゃないわよ。ただ、出かける用事があるのにやる気が出なくて、いつの間にか3日経ってただけ。筋金入りの怠け者じゃねえか。空でも飛んでいけたら楽なんだけどねー。マリエモン、空を飛べちゃう道具、なんかない？誰がマリエモンだよ。でも、空を飛べる道具が本当にあったら便利だと思わない？まあな、あれだろ。ドラえもんに出てくる、ヘリトンボだったか？ルポー、何それ、タケコプターでしょ。そうだそうだ、今はタケコプターって呼ばれてるんだったな。日テレ版のドラえもんではヘリトンボだったからこんがらがってしまったぜ。日テレ？ドラえもんを放送してるのはテレビ朝日じゃなかったっけ？ああ、今のドラえもんはテレビ朝日で1979年から放送されている長寿番組だな。しかしその6年前には、半年だけ放送されていた幻の日テレ版があるんだぜ。そんなバナナ。ドラえもんがもう一つあったってこと？でも、そんなの聞いたことないけどな。今は封印されてしまっていて、見るのはとても難しいからな。日テレ版は問題作と言われてはいるが、実に興味深いアニメだったぜ。今のドラえもんを知ってる人が見たら突っ込みたくなるところも満載だ。そこまで言われると興味が湧いてくるわね。それじゃあ今回は、封印された幻の日テレ版ドラえもんについて解説していくぜ。当時のドラえもんを知っている人も知らない人もゆっくり楽しんでいってくれ。そもそも日テレ版のドラえもんってどういう番組だったの？日本テレビ系列で1973年に放送されていた番組なんだが、さっきも言った通り4月から9月にかけてのわずか半年間の放送で、前後12話が26回にわたって放送されたぜ。ドラえもんは1回に2話ずつ放送するからね。ちなみにこの日テレ版は漫画ドラえもんが映像化された初の作品であり、ドラえもんのテレビアニメシリーズの中で唯一、最終回が存在する作品でもあるんだ。あ、あのドラえもんを終わらせたの？ドラえもんの最終回がいくつかあることは知っている人も多いだろうが、今のアニメのドラえもんは最終回っぽい話はあっても終わらない不死身番組だからな。未来に帰っても、タイムマシンでまたいつでもこの時代に来れるもんね。ドラえもんのアニメがずっと終わらずに続いているのは、原作が未完だからというのもあるが、何より根強い人気があるからだろう。しかし日テレ版が放送開始した1973年当時は、ドラえもんはまだまだ無名で、アニメ化するのも相当勇気のいる冒険だったらしいぜ。インド人もびっくり、今じゃ誰もが知ってる国民的アニメなのに。当時、漫画ドラえもんはまだ小学館の学年誌に連載されていただけで、単行本化もされておらず、読んでいる子供はごく一部だったそうだ。おばきゅうなどの藤子先生の他の作品と比べてもかなりのマイナー作品だった。そうだったのか。今では藤子先生の代表作なのにね。そんな状況でスタートした日テレ版ドラえもんは、漫画最初期の、ドラえもんの雰囲気を見事に表しているぜ。マジンガー Z などの強力な裏番組に押され視聴率は低迷していたが、放送が続くにつれて徐々に人気も出ていった。しかし再放送されないどころかビデオ化なども存在しておらず、最初にも言った通り今では視聴が困難な作品になってしまったんだ。残念。ネット配信もないの？配信したくても、フィルムの保管先が不明でほとんどのエピソードが、失われているのだそうだ。多少、じゃあ実質見るのはもう不可能ってことじゃない。当時は録画してた人も少ないだろうし、フィルムがないんじゃ絶望的だよ。っていうかなんでなくなっちゃったの？その辺の事情も含めて、日テレ版ドラえもんが封印された理由については、後ほど解説していくぜ。だがその前に、日テレ版ドラえもんとみんなが知ってるテレ朝版ドラえもんの、違いについて詳しく見ていこうか。制作会社や放送局が違うからって、原作は同じ漫画なんだし、日テレ版でもテレ朝版でもそんなに違いはないんじゃない？ところがどっこい、この二つはもはや全くの別番組なんだぜ。まずオープニングからして違う。現在のポップなオープニングと違い、テレ朝版は渋い演歌調だったぜ。子供向けアニメで演歌調。確かに昭和のアニメって、独特のゆっくりした曲調が多いけどさ。歌だけでなく、設定やストーリーにも細かな差がたくさんあってな。冒頭で少し触れた通りタケコプターはヘリトンボだったし、ドラえもんの秘密道具自体秘密兵器と呼ばれていたぜ。秘密兵器って、子供が好きそうなワードではあるけど少し物騒ね。ちなみにドラえもんが秘密兵器を取り出す時の掛け声はあらよと。何それドラちゃんっぽくない？あの陽気な効果音とともに秘密道具の名前を唱えるのがお約束なのに。とまあ、これらは比較的小さな違いだが、もっと大きな違いもあったぜ。例えばドラえもんは22世紀ではなく21世紀から来たという設定だった。しか、さすがにこの時代にあの科学力はないでしょ。
今の私たちからするとそうだが、当時から見た21世紀は遠い未来だったのだろう。22世紀の人だって今のドラえもんを見たら、こんなのありえないと笑うかもしれないぜ。それもそうね。それで今度は23世紀から来た設定になったりして、要するにドラえもんという作品自体、試行錯誤しながら進化してきたんだな。そうそう、日テレ版にはアヒル型ロボットのガチャコなんてキャラも登場していたぜ。誰やねん。今のドラえもんには全く登場しないが、実は原作にも登場していたキャラなんだ。原作で登場したのは初期の数回だけだったが、日テレ版アニメでは、コメディ枠として最終回までレギュラー出演していた。なんという大出世。だけど、ドラえもんにアヒル型ロボットなんていまいち想像できないな。具体的にはどういうキャラだったの？見た目は白い体に大きな黄色いくちばし、さらにワンピースとリボンを身につけていて、名前からしても女の子だったことが伺えるな。アニメのガチャコはドラえもんをサポートするため未来から送られてきた設定だが、ドラえもんのいるのび太の家ではなく静香ちゃんの家に居候していたぜ。へえ、やっぱり女の子同士の方が仲良くできると思ったのかしらね。あとガチャコは、当時の小学館の学年誌でドラえもんの妹と、解説がついていたこともあるそうだ。ドラえもんの妹、鳥なのに。っていうかドラえもんの妹はドラミちゃんでしょ。ドラミちゃんは当時まだ原作未登場で、そのためアニメにも登場しなかったんだよ。ちなみにテレ朝版の静香ちゃんの家にはガチャコの他に、ボタコという名前の、お手伝いさんもいた。だから誰やねん。しかもお金持ちのスネ夫の家ならともかく、まさか静香ちゃんの家に、お手伝いさんがいたとは。このボタコというのがまた、面白いキャラでな。ジャイアンの妹ジャイコによく似た風貌に独特な訛りを持っていたぜ。インパクトの塊みたいなキャラだな。原作ではテントウムシコミックスの4巻に一度だけ登場しているらしいが、正直一度見ただけもなかなか忘れられない強烈なキャラだったな。そうね。でも見た目がジャイコに似てるなら、ジャイコと間違える人もいたんじゃない？ああ、それは心配ないぜ。何しろ日テレ版にジャイコは登場していないからな。ガビーン、そうなの。おまけにジャイアンの母親も個人の設定で、ジャイアンの家は不死家庭だった。意外、横暴ガキ大将のジャイアンにそんな複雑な設定があったのね。これだけでもなかなかの衝撃だよな。しかし、こうしたサイドキャラだけでなくドラえもん自身にも違いがあったぜ。例えば日テレ版のドラえもんは声も性格も中年のおじさんだった。ドラえもんが中年のおじさん。いやいやマリサ、冗談はよしこさんよ。ドラえもんはのび太の友達ポジションでしょ？確かに今のアニメでのドラえもんはのび太の友達であり保護者という立ち位置だ。しかし当時のスタッフはドラえもんに対して世話好きなおじさんというイメージを持っており、声優も平成天才バカボンでバカボンパパを演じた富田康生さんだった。それは多分めっちゃおじさんボイスだな。ちなみに秘密兵器を取り出す時のアラヨットの掛け声は、富田さんのアドリブだったとか。おじさんの声と合いすぎてる。ほのぼのおじさんキャラの鏡みたいな人ね。おじさんの声に合わせて、性格もおっとりした哀愁漂う性格だったぜ。ところが途中で声優が野沢雅子さんに変更されてからは、短期で自己主張が強い元気な性格に変更された。野沢雅子さんといえば、ドラゴンボールの孫悟空を演じた方よね。活発な声になったドラえもんは、今ののび太の友達的なイメージに近そうだわ。そうだな。まあ、当時の視聴者にとって突然の声変わりはかなり衝撃だったが、それはそうでしょうね。あと、今との大きな差といえばドラえもんがポンコツだったことだな。のび太を助けようと秘密兵器を出すものの失敗することが多く、いたずら好きな、トラブルメーカーといったキャラだったぜ。あっと驚くためごろう。今の頼れる保護者キャラとは全然違うわね。今のドラえもんに慣れ親しんでいる人が見たら、かなり違和感を感じるだろうな。番組全体を通しても、今の時代を感じさせないドラえもんとは違って、昭和の昔懐かしい雰囲気が漂っていたし、もはや完全に別の作品だったぜ。番組名と大まかな設定が同じでも、こんなに違う作品だったのね。ますます興味が湧いてきたけど、封印されてるんじゃ見れないよね。というかそもそも、日テレ版はどうして封印されてしまったのかしら？それじゃあ今度は、日テレ版ドラえもんが封印されてしまった理由を解説していくぜ。確か日テレ版のドラえもんって、たった半年で終わっちゃったんだよね。もしかして視聴率がめちゃくちゃ悪かったとか？あ、それとも、封印されてることだし、何か問題のあるシーンがあったとか？いや、番組が終了したのは不人気や不祥事のせいではないぜ。この作品はもともと、にクールだけの放送契約で、ある程度視聴率が取れたら、放送を継続するという約束だったんだ。なんだ、じゃあ予定通りの終了だったのね。でも放送継続されなかったってことは、視聴率は良くなかったの？
良くはなかった。が、悪くもなかったな。裏番組が強いこともあり、もともと視聴率への期待は低めだったらしい。日テレ版ドラえもんはまずまずの視聴率を獲得し、赤字だった制作会社の経営を黒字にする程度には人気が出ていたぜ。そうだったんだ。じゃあ、終わってしまった理由は結局何だったの？直接の原因は、制作会社の実質的経営者が突然失踪したことだな。失踪？な、何があったのよ。詳しいことはわからないが、金銭トラブルが原因ではないかと噂されている。2クールの終了間際にトップが消え、その後経営を引き継いだ社長は、アニメ制作に無関心な人だった。ドラえもんのおかげで赤字がすでに生産できていたこともあり、もうやめようというその人の一言で会社は解散してしまったそうだ。まさに鶴の一声ってことか。第3クール目に延長する話もすでにあったそうだから、こんな形で終わってしまったのは本当に残念だよな。そうね、アニメに理解がある人だったらまた違ったのかもしれないけど。っていうか、あれ？視聴率も不祥事も原因じゃなかったのだとしたら、封印された理由が、いよいよわけわかめよ。終わっちゃったのは仕方ないとして、再放送や DVD 化くらいはしてもいいのに。ああ、そこにもまた、ちょっと厄介な事情があってな。次は日テレ版ドラえもんが封印されてしまった理由について、もう少し細かく解説していくか。さっきから言っているように、日テレ版のドラえもんは現在、再放送や DVD 化、ネット配信などは全く行っていない。いわば幻の作品と化してしまったわけだが、その理由の一つは制作資料の喪失だ。当時の制作資料がもう残ってないの？ああ、制作会社の解散に伴う社屋の引き払いのため、セルガやエコンテなどの、制作資料はやむを得ず焼却処分されてしまったそうだ。あじゃあ、なんてもったいない。今となってはこの作品の制作資料は、当時のスタッフが個人的に持っている。一部のもの以外、ほぼ残っていないと言われているな。とはいえ本編フィルムは焼却されなかったから再放送はやろうと思えばできた。というか実際に何度か再放送は行われたらしいんだが、ここで追い打ちをかけるように富山事件が起こってしまうんだ。富山事件？1979年に起こった事件でな。テレ朝版の第一期の放送が開始したのに合わせて、藤子 F 不二雄先生の、ふるさとでもある富山県で日テレ版の再放送が行われたんだ。が、あることが原因ですぐに中止されてしまった。一体何があったのよ？一言で言うと、原作者が憤慨したんだ。藤子先生がお怒りに、なんで？どうやら藤子先生は日テレ版ドラえもんを全く気に入っていなかったらしい。私が作った原作のイメージと違うし、放送してほしくない。できれば何とかしてほしいという先生の要望を受けて、弁護士の意見も参考にしながら小学館と藤子スタジオが放送中止を求めたんだ。原作者が放送を中止させるほど、日テレ版は原作とかけ離れていたの？確かにアニメオリジナルの要素は多かったみたいだな。しかし原作の少ないページ数を考えればオリジナル要素が追加されるのは、仕方のないことだったし、当時は原作の連載が始まってすぐの頃だったから、原作のストックもすぐに尽きてしまった。アニメの尺を確保するために違いが生まれるのは当然のことだったぜ。制作側にも苦労があったのね。しかも当時の関係者によれば、原作者からの注文や要望は特になかったそうだ。正直、原作と違う部分が多くなっても仕方なかったと私は思うぜ。アニメと漫画では事情が違うことも多いだろうし、確かに制作会社を責めることはできないわね。でも、我が子のような自分の作品が勝手に変えられてしまう原作者の悔しい気持ちもわかるわ。双方言い分はあっただろうが、とにかく日テレ版ドラえもんの再放送は、これを最後に行われなくなった。こういった背景があったせいか、日テレ版ドラえもんに対するデマや誤った情報、さらに雑な偽物のセル画が出回ったりして、日テレ版ドラえもんは、原作とかけ離れた失敗作というレッテルを貼られてしまった。それで再放送をするのがもっと難しくなってしまったのね。新しいドラえもんが始まっているのに、同じ時期に旧作を再放送すると、子供たちが混乱してしまう、という配慮もあったみたいだけどな。どちらにしろ、作品自体は悪くないのに封印されてしまったなんて、残念すぎて涙がちょちょ切れちゃうわ。当時制作に関わっていた人たちも、かなり悔しい思いをしたようだぜ。最後はそんな制作者側の思いを紹介して終わるとしよう。様々な誤解から封印された失敗作とされている日テレ版ドラえもんだが、当時の制作スタッフは並々ならぬ熱意とこだわりを持って作品を作っていたそうだぜ。何でも音声まで入ってほぼ完成していたフィルムを、惜しげもなく全面リテイク、するほどクオリティにこだわっていたのだとか。
ほぼ完成していたのに、また一からやり直すのは確かにすごい熱意ね。よっぽどドラえもんという作品が好きじゃないとできないことよ。アニメ制作の現場は過酷で賃金も低かったが、アニメが好きという気持ちだけでみんな頑張っていたそうだ。そんな当時のスタッフにとって日テレ版ドラえもんはもちろん愛すべき作品で、その思いは最終回のラストにも現れているぜ。そういえばニクール終了間際にトップが失踪して大変だったんだよね。そのドタバタの中で作られた最終回ってこと？そういうことだ。会社の解散で現場が混乱する中、最終話は2週間で作り上げられたらしい。物語はドラえもんがのび太を自立させるために未来に帰ってしまい、自転車を漕げなかったのび太が泣きながら自転車の練習をする姿を、ドラえもんが未来から見守るところで終わる。あ、あのヘタレなのび太がドラえもんを安心させるために頑張っている。のび太、頑張るんば。ほんのちょっとあらすじを聞いただけでも感動してしまうよな。が、注目すべきは物語が終わった後、最終回にもかかわらず、そのラストには次回もお楽しみにと表示されていたぜ。え、最終回なのに次回って、忙しくてそこだけ編集サボっちゃった？いやいや、わざとこういう演出にしたんだよ。当時制作主任を務めていた人によると、あんな形で日テレ版のドラえもんは、終わってしまったが、本当はみんなもっと続けたかったそうだ。そのため、もう一度また同じスタッフで続編を制作できるようにと願いを込めて、次回もお楽しみにとしたらしい。本当にドラえもんが好きで熱意を持って作っていたのね。また、番組の最後にドラえもんの手から黄色い小鳥が飛び立つシーンがあるんだが、こちらも再会の意味を込めた続編への思いだったそうだ。当時のスタッフがどれだけの思いを持ってドラえもんを作っていたかが伝わってくるわ。それなのに失敗作とか言われて封印されてかわいそうすぎる。作品の評価はもちろん人それぞれだが、少なくとも見たこともないのに、否定的な意見を言うのは何か違う気がするよな。もっとも、作品が封印されてしまってもう見る機会もないわけだから、日テレ版ドラえもんを知らない人を責めることもできないが。そうね。少なくとも当時の視聴者には価値が伝わってるといいんだけど、あと、できれば原作者にも。藤子先生は作品内容に関しては確かに評価が低かったが、それとは別に制作スタッフの姿勢には好意的だったという話もあるぜ。制作主任が最終回の後に尋ねた際には、ぜひまたやろうよと言って、握手してもらったとも語っている。作品には納得できなかったけど、スタッフの熱意は伝わっていたのなら嬉しいわね。藤子先生はそもそも公の場では一度も日テレ版ドラえもんを否定していないしな。少なくとも作品のことを悪く言って評判を落としてやろうとは思っていなかったはずだ。それに当時日テレ版を見ていたファンの間でも、もう一度見たいという声は多いんだ。最初に見たドラえもんが日テレ版だった人もいるでしょうし、逆に幻の作品だから、見てみたいと思う藤子先生ファンも多いでしょうね。ああ、封印されてしまったのが実に惜しい作品だぜ。さて、封印された日テレ版ドラえもんの解説はここまでにしようと思うぜ。もう一つのドラえもんがあったなんて知らなかったから、とても面白かったわ。もし再放送や配信があったら、今のドラえもんと比べながら見てみたかった。私も子供の頃に見ていた懐かしいおっさんドラえもんにまた会いたいぜ。みんなの感想もぜひコメントで教えてくれると嬉しいぜ。日テレ版ドラえもん面白いって思った人は高評価とチャンネル登録もよろしくね。それじゃあ今回はこの辺で、最後までご視聴ありがとうございました。